どうもリアルです。今回はですね、こちらのキセオログラフィカをおしゃれに飾るアイテムを5つご紹介したいと思います。前回の動画ではね、エアプランツをおしゃれに飾る100円ショップのアイテムを7個ご紹介したんですけども、今回はですね、キセログラフィカに限定したアイテムをご紹介していきたいと思います。エアプランツは本当にたくさんの種類があるんですけども、キセログラフィカはその中でも特に人気のある植物なんですよね。僕もですね、大きさの違うキセログラフィカを2つ育てているんですけども、やっぱりこう部屋の雰囲気が一気におしゃれになるのですごくいいんですよね。でもこのキセログラフィカを購入した後にどうやって飾ろうかなって結構悩んだんですよね。最初はね、テーブルの上にポンと置いたりしてみたんですけど、やっぱり植物なのでお水をあげないといけないんですよね。でそうなった時に植物がこう濡れた状態のものをテーブルの上に置くのはちょっと難しいので、まあ、そういった時にやっぱり何かのものの上に置いたりですとか、上のこうハンギングしてみたりとか、そういう風にした方が持ち運びも楽になるのでかなりいいと思ったんですよね。もうね、本当にいろんな飾り方を試したんですけど、僕がですね、いろいろ試した中で5ついい方法があったので、今回はその5つをご紹介したいと思います。これからキセログラフィカを購入して育ててみたいなと思っている方とか、もうすでにキセログラフィカ持ってるんだけどどうやって飾ったらいいかなって思って悩んでる方は、ぜひ今回の動画を参考にしてみてください。それではまず1つ目から順番にご紹介したいと思います。まず1つ目は前回の動画でもご紹介した麻縄を使ったハンギングですね。僕の場合は100円ショップのセリアで購入した麻縄で自分で加工して使っています。キセログラフィカの飾り方としては、こうやって麻縄でぶら下げて使っている方って結構多いんじゃないかと思います。ただこの麻縄を使った場合に3つほど注意点があったりするんですよね。1つは麻縄を使うと麻縄を歯と歯の間に通すことになるので、うまくやらないと歯の自然な広がりが崩れた状態で形が矯正されてしまうのが難点なんですよね。あとは歯の広がり方が花のようになっているので、正面からの表情がちょっと見えなくなるので、上から覗かないと綺麗に見えないんですよね。あとですね、麻縄と歯の裏がどうしても直接触れてしまうので、歯の裏にはトリコームっていう細い産毛のようなものがあって、空気中の水分を吸ったりとか強い日光から葉っぱを守ったりする役割があるんですけども、これが麻縄と擦れてしまってちょっと剥げてしまうっていうところが難点ですね。2つ目はこちらも前回の動画でもご紹介したセリアのアイアンチェーン4つとダイソーのアイアンのフルーツバスケットを組み合わせたハンギングですね。こちらは今回ご紹介する中でも特におすすめな飾り方で、バスケットの上にポン置きしているだけなので、水やりの時にエアプランツ本体だけを持ち運びすることができるのでかなり便利なんですよね。それに霧吹きするだけであればこのまま直接破滅できるので、僕みたいにズボラな方にはかなりおすすめのアイテムですね。特にキセログラフィカもそうなんですが、エアプランツは歯の裏に気孔っていう水分を吸収する穴がたくさん開いているので、このバスケットの下から霧吹きで葉水できるっていうのはかなり便利なんですよね。ちなみに
葉っぱの裏の気孔は夜開くので、エアプランツの水やりは夕方から翌朝までの時間にやるといいっていうふうに言われてたりします。次はですね、鉢の上に置く飾り方ですね。鉢の上の空いているところにキセログラフィカのお尻をすっぽり入れるだけでかなりおしゃれになりますね。キセログラフィカの大きさに合わせていろんな鉢の上に乗せられるので、着せ替え感覚でいろいろ楽しめるっていうのもいいんですよね。ちょっとお尻が沈みすぎるっていう場合は、鉢の中に発泡スチロールとかを入れて底上げすると植物も安定して育ちやすくなるのと、葉っぱを正面に傾けることもできるのでおすすめですね。注意点としては、鉢底に穴が開いているものを選んだ方が風通しも良くなるので枯らさずに育てることができると思います。風通しがちょっと気になる方はサーキュレーターを購入するのがおすすめです。僕の場合はアイリスオーヤマのサーキュレーターを使っています。概要欄に僕が使っているサーキュレーターのリンクを貼っておくので、ぜひ参考にしてみてください。4つ目はランカゴですね。エアプランツはもともと大きい木の表面に根っこをくっつけて生きている植物なので、このランカゴの木材とエアプランツはすごく相性がいいんですよね。結構ね、エアプランツマニアの方はこのランカゴで育てている方も多いですね。ちなみにこのランカゴはガーデンショップに売ってたりするんですけども、形も四角形だったりとか六角形だったりするものがあります。僕の場合はセリアのヒノキの角材を購入して自分で作ったので、ちょっとね特殊な形をしているんですが、結構いい感じじゃないですか。これにニスとかね、バーナーで焼き目とか入れるともっといい感じになるんですよね。あとこのランカゴの中に松の樹皮を使ったバークチップって言われているものを入れると植物も安定して育つと思います。5つ目はアルミワイヤーを使った手作りエアプランツホルダーです。この輪っかにした部分にキセログラフィカのお尻を入れてハンギングすることができます。アルミは錆びにくいので園芸とかではね定番として使われているので、このまま霧吹きで水やりすることもできます。こうやって飾るとキセログラフィカの花のような葉っぱの広がりを正面から見ることもできて、それに窓の外の太陽に向かって飾ることもできるので、キセログラフィカを元気に育てたい方にもおすすめです。ワイヤーの色もいろいろあるので、好みの色に合わせて飾れるのもいいですよね。僕の場合はキセログラフィカの銀色の葉っぱと合うようにシャインゴールドのワイヤーを使っています。このワイヤーを使ったハンギングは今回ご紹介した中でもダントツにおしゃれになるので、僕の場合はもしこの中で一番おすすめはっていうふうに聞かれたら、間違いなくこのワイヤーで飾る方法をおすすめしますね。あと僕が使ってるワイヤーは Amazon でも購入できるので、概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひチェックしてみてください。作るのはすごく簡単で、売られている状態がもう輪っかになっているので、その形をそのまま生かして作るだけなので、作るのにまあ大体30分ぐらいあれば作れると思います。ちなみにね、僕が育てているウスネオイデスっていうエアプランツのハンギングも
これと同じワイヤーを使って簡易にしてたりします。最後はちょっと番外編なんですけども、意外なものとしておしゃれなろうそく立てに置いたりするっていうのもかっこよく飾れるんですよね。あとブリキのアンティークなちょっと大きめのお皿に置いておくっていうだけでも結構おしゃれになります。というわけで今回はですね、キセログラフィカをおしゃれに飾るアイテムを5つご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか。キセログラフィカはね、エアプランツの王様っていうふうに言われてたりするので、見た目もねやっぱりすごく良くて、銀色の葉っぱもねすごく綺麗なので本当におすすめなんですよね。これからキセログラフィカを購入してみたいなと思っている方は、ぜひ今回の飾り方を参考にしてみてください。もしね、今回ご紹介したアイテム以外にもっといい飾り方あるよっていう方は、ぜひコメント欄の方に記載してみてください。それではですね、今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今後もですね、こちらのチャンネルでは観葉植物とかエアプランツの情報をどんどんアップしていきますので、ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録をお願いいたします。それと今回の動画もすごく良かったよっていうふうに思ってくださった方は、この下にあるグッドボタンを押していただけると今後の動画作成の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。